どうも、エルザレットです。それではデスストランディングやっていきましょう。さあ、今回は依頼を受けて、ダイハードマンだね。まあ、つなぐだけなんで、移動だけで終わるんじゃないかと思ってるんだけど、そんな順調にいくかなーっていうところだったりもするんでね。一応。持っていっとこう。あとはリサイクルもちょっとうまいことしないとね。とりあえず出動はするけど、整理しないとな。荷物が多すぎる。オーバーか。結局そしたらユニットが重すぎるのか。どうしたもんかな。予想以上にだな。で、この状態で。まあ、これで行くしかないけど、パワーグラブの劣化も激しい感じにはなってるね。危ない危ない危ない。そんなに重量ってかバランスやばいか。そしたら目的地まで。やっぱ道は悪いな。こう。来た道を戻る感じか。
車よりバイクだな、欲しいのは。って言ってたらバイクが目の前あったね。さあ、バッテリータイプだし多少は耐えれるだろうね。まあ一応予定のルートと違う感じにはなってるけど、まあいいか、このまま行こうか。いやー、でもやっと最後の通信つなげるって思うと、まあ、ここまでの道のりもだいぶ頑張ったよね。で、これを右か。おお。これがどれくらいの下り坂かっていうところなんだけど、さあここで重なって。できるだけ BT は避けつつ、あーそっちの方が位置的には綺麗かな。綺麗だね。ちょっとずつちょっとずつ、さあ、おお、石当たった。このまま、行った方がいいかなと思ったけど、意外と、やっぱ下降りて行った方がマシか。
さあ、バッテリー回復して、さあ回復、やっぱ重さがあるから結構ぶつかるね。意外とぶつかる。雨も降ってきたな。お、ここはなかなかいい道。いや、もう突っ切るしかない。もう突っ切るしかないぞ。もうさ、これ間違ってたら火山にドボンっていうのもありえそうだよね。あ、無事ミュールの地帯は抜けたか。感じで、さあ、来たよ。
あ、ダメだ。さあ、あとちょい。さあ、これに起動して、あと入れるだけと。これがどうなるのかっていうことだよね。さあ、物資を入れた。さあ、ちょっと傷はついたけど、いい感じで運べたね。ハートマン、いいね。蘇生。さあ、安全性はいいけどさ、スピードほんともらえないね、なかなか。いいぞサム、配送端末にアクセスしてカイラル通信をつなぐんだ。さあ、つなごう。そう、つないで。つないだけどさ、最後すっごい変な形だったね。君のおかげでここまでつながった。タールベルトを西へ渡ると最後のエリアだ。アメリまであと一歩。アメリカの復活まであと一歩だ。エッジノットシティに向かってくれ。ここにはスタッフを派遣しセーフハウスを建てる。やがて新たなブリッジズの拠点として蘇らせることができるだろう。タールに沈んだ仲間たちの意思を継ぐことも可能になる。君のおかげだサム。さあ、タールベルトを渡る方法を考えよう。船はロック、ロックロックがかかりか。特に荷物はって感じか。頑張ってください。渡る方法ね。どうするんだろう。ねえ、どう、周りの状況としては、こっち側行ってみようか、とりあえずね。跡地があるからね。いや、その前にちょっと沿岸見たいね。そうだ、普通に見なかったわ。なんかあるかもしんないし、見よう。西へ行くにはここを渡るしかない。しかし残念ながらこれは我々が用意した建設装置で渡れるような規模ではない。だが方法はあるはずだ。諦めるわけにはいかない。アメリカ再建まであと一歩なんだ。サム、君のこれまでの経験から何か思いつくことはないか。思いつくこと。おお、雨降らそうか。なんか建物が浮いてくるよね。
雨、下行こう。あ、ブーツ助かる。あれ拾って使わせてもらおう。あの奥まで行こうかな。頑張ってください。さあ、あえて捕まるぞ。いやーだよね、みんな落としてる感じだもんね。さあ、そのまま。おお、そっち側連れて行ってくれるか。なんだこいつは。いくらめのもちょっとでかすぎないか。やべえな。当たらとか。そうか、その方法があったか。見事だ、サム。君のおかげで希望が先へつながった。いやーでも近くやべえ。やばいやばい。よし、二段ジャンプ。痛い、それは痛い。いやー、そこはきついな。その前に手続きは大丈夫そう。この状態であやさないといけない。なかなかだよ。
さあ、間に合うかな？あれはダメージになってないか。ダメージが入ってるようで入ってないね。おお、そこで急に高さ上がるか。高さ上がるどころか沈みやがったな。頑張れ。いやー、マジか。なかなか、なかなか。ちょっと待ってねる。ちょっと待って、なんでアメリアこんなとこいるんだ。いやー、結果タールの中に、タール飲み込まれたら死ぬんじゃないのかな。あ、ビーチについてる。落ちる落ちる。
ロンドン橋落ちる My fair lady。 水の中。いや、タールの実が引いたのか。立てるな、彼女が逃げてしまうぞ。あそこだ。彼女の匂いがする。お前が繋いでくれたおかげで彼女の居場所が特定できた。礼を言わせてくれ。どうもありがとう。サムブリッジスですね。中身は壊れ物。いや、すべては壊れ物。俺もお前もな。あれ、首輪。仮面をかぶっているのは俺だけじゃない。お前のボスも、あの女も、そして、うん、そう、お前もな。ああ、わかる。仮面のままでいるのも楽じゃない。お前も俺も仮面を外す時だろうな。なあなあなあ、これは何だ。うん、そうそうそう、そうだ、そのアミルだ。この辺りのビーチに潜んでいる。よし、俺と競争をしようか。うん、どちらが先に絶滅を手にできるか。絶滅の前では誰もが紳士になれるはずだ。俺もお前も仮面から解放される。しかし、お前は絶滅の素顔を耐えられるか。エピソード9、ヒッグス。いや、ここで来たね、ヒッグス。さあ、相対する形に。
ということは繋げない方がいいのか。繋ぐか。でもここは誰もいないということか、人が出てこないってことは。されて着いたということか。よくやったサム。第一次遠征隊以来タールベルトより西に行った者はいないだろう。その配送センターも何とか動いてくれている。その西にあるのがエッジノットシティ、西海岸の都市だ。そのどこかにアメリが。そしてサム、結び目はあと一つ。最後のキューピッドを接続しよう。ん？まだだったのか最後は。アタッチメントが必要だ。カイラル通信がつながれば君たちの帰り道にもなる。だが全てつながればアメリの居場所がヒックスに見つかってしまう可能性も高くなるだろう。ヒックスより先にアメリを見つけなければ、まずプライベートルームで準備を整えろ。起動アタッチメントは受注時に渡す。出発の時その配送端末で受け取るのを忘れるなよ。そうか。まあとりあえず休憩を取ってというところだね。私が見える。アメリ、聞こえる。サム、ここだ。アメリ、あと一つでこの国を横断する通信網が完成する。アメリカが再び一つになる。私の名前の由来を知ってる？話したかしら。アメリカ大陸を発見したイタリアの探検家アメリゴ・ベスプッチから来てるの。発見したのはコロンブスじゃ。アメリゴは嘘つきだったの。だからそもそもアメリカは嘘で始まった。アメリ、私はビーチにいる。私が生まれた、私とあなただけの。ヒックスに見つけられるはずがない、絶対に。だから安心して、あなたはエッジノットシティにある最後のキューピッドをつないで、シティ内の配送センターにあるプライベートルームで落ち合いましょう。サム、あなたに黙っていたことがある。ずっと嘘をついてたの。あなたの前では仮面をかぶっていた。すべてヒックスが言っていた通り、私は人類を滅ぼすことができる。私は絶滅そのもの。それはどういうことなんだ。私は絶滅を望んではいない。私はこの世界とみんなとつながっていた。そのすべてと。サム、だから私を助けて。私を絶滅させないで。あなたをビーチで待って。アメリ、アメリ、
アメリが絶滅体っていうのはもう確定だね。あ、久しぶりのシャワーマジか、そこは変わらず。ってことは絶滅するかどうかっていうのも今からの配送とかにかかってくるわけだね。結構雪山から来たなあ。あ、ハートマンのフィギュアだ。まあ、とりあえず飲んで、置いて、まあまあ今回はここが切りがいいんでここでやめておきましょう。いやー、展開がねどんどん終わりに近づきつつあるというところで、まあここが最後じゃなくてもう一つつながないといけないという感じだね。そこのキューピーとつないで、まあつなぐことがうまくできるのかどうかも問題だが、ちょっとそこのあたりはしっかり見ていきましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。